ん、こんばんは。今日も朝から絶好調。お風呂掃除にお料理に何でも楽しいのである。今日はシュタイヤー舞曲を弾いてみます。三拍子の舞曲も楽しくコミカルに踊る様子で弾いてみるのがポイントです。シュタイヤー舞曲。自分を大切に信じて伸ばす。誰でも 100% 完璧にこなせる人は少ないのです。温かい目で見守ってあげることも大切です。長所を見つけ短所を見ない、これもとても大切だと思っています。先生もミスや間違いを重ねて初めてできるようになります。一つ音を外せばマイナス5点。先生もよくわかっています。何度も何度も練習を重ねてできるようになります。シュタイヤー舞曲でした。バイバイ。